三期の海からこんにちは、篠ノ目はつりです。じゃーん、ゴープロヒーロー11を買いました。なんで買ったかというと、このチャンネルはこの1年間で主に iPhone12 Pro と Osmo Pocket を使って撮影してきました。正直 iPhone は動画を撮るのにめちゃくちゃ使い勝手がいいです。携帯電話にしておくのがもったいないレベルですよね。このチャンネルでは作業動画を撮ることが多くて、 iPhone の広角をめちゃくちゃ多用していました。でも広角にすると光の感度が下がって、明らかにノイズがよく乗るんですよね。そこで最初から広角レンズでバッキバキに広角が効いていて、センサーサイズも大きい GoPro を買うことにしました。iPhone だと容量を空けたりするのがめんどくさいですからね。専用ハードで電池も交換できるし、アクセサリーが豊富、撮影の信頼性が手に入ることを考えてカメラを買いました。特に今回 GoPro の購入の決め手になったのはその画角ですよね。 Hero 11はなんとセンサーの縦横比が8対7なんです。ほぼ正方形なので、こんな風に手元動画を好きな向きに回転させたり、映ってはいけないものを避けて切り抜いたり、横長もスマホ向けの縦長も切り抜き放題です。エアコンの回とかカンジャンケジャンの回はこの画角が大活躍したんですけど、すぐ熱暴走しちゃうんですよね。画角8対7の 4K10bit 60fps だと4分くらいしか撮れないこともありました。さっき誰かがカメラの信頼性がどうとか言ってた気がしますね。屋内の定点撮影だとすぐに熱暴走してしまうようです。というわけで今回は GoPro を元に戻せる程度に改造すると、どの程度まで撮影時間が伸びるのかを検証してみたいと思います。エアコンの回では電池の蓋を外して外で風に当たりながら撮影していたので、最長7分30秒撮ることができました。まずは初期状態でどれだけ撮影できるのかを見ていきましょう。室温25度で画角 8.7 の 4K10bit 60fps で撮っていくと、10分42秒でオーバーヒートしました。4分しか撮れないことがあったのは、冷え切っていない状態で撮ったりしたからみたいですね。ネットで情報を見ていると、電池を抜いて電源供給をするとかなり長い時間撮影することができるみたいです。いきなり GoPro の概念が崩壊してきましたね。防水もなくなるし、ワイヤードで GoPro ならぬステイプロといったところでしょうか。熱暴走直後の本体を触ってみると、このマウントがとっても熱いです。このマウントはどうやら防熱板の役割もしてるみたいです。金属製のコネクタをつけて時間を測ってみます。結果は15分でした。5分も伸びましたね。撮影時間が伸びるっていうのは素晴らしいことですけど、所詮15分です。ミドルレンジ一眼レフの撮影時間ってとっても短いんですけど、それを全く笑えない撮影時間ですよね。スマホクーラーを使うと効果的そうなんですけど、ファンの音が入るのだけは嫌ですよね。とはいえ風を送る効果については興味があります。水槽用のエアポンプで風を送ってみることにしました。めちゃくちゃうるさいですね。ちょっとうまく撮れなかったんですけど、17分撮影することができました。少し風を送るだけで2分の稼働時間が増えました。やっぱり中から冷やすことの効果は大きそうです。中から熱を奪うことが有効なことが分かったので、電池の代わりに入れるヒートシンクを作っていきます。ちょうどいいヒートシンクがなかったので、銅板をくっつけていって電池と同じ大きさにしていきます。今回はロウ付けでくっつけることにしました。銀ロウ、銅ロウを試しましたがうまくくっつきません。難しすぎる。結局ハンダでつけました。ラックスが入っていて食いつきもいいので断然簡単です。ひどい仕上がりです。おお、今回は綺麗にできましたね。だいぶ慣れてきました。できた2つのブロックをくっつけていきます。よ
しよしよし、4つのブロックをくっつけていきます。両方を温めて、わーやっちゃった、大惨事。紆余曲折ありましたが、なんとか電池型に銅を成形して、最後に放熱用に銅板を数枚くっつけます。といっぱいつけたらもっと冷えるんですけど、今回は一旦これくらいで様子を見ていきましょう。はい、こんな感じの銅の塊ができました。銅の粉が中に入ったら大変なことになるので、よく洗ってあります。バッテリーの端子が銅に当たったらこれも大変なことになるので、気をつけて形を作ってあります。これをぶち込んだらこんな感じです。本体の温度は25度からスタートします。それではスタートです。さあ、10分程度でサーマルカメラでは38度を超えています。おお、15分を超えました。25分を超えましたよ。どこまで行くのか。30分を超えたところで、あー落ちました。記録は30分と3秒、ちょっとはマシになりましたね。ヒートシンクは超熱々です。外から見た温度だと52度ぐらいで落ちちゃうみたいです。内側は63度でした。8対7の 4K60fps だとこんなもんですね。次は 30fps だとどうなんでしょうか。 30fps を選ぶとなぜか解像度が 5.3K になります。どっちがいいのかもよくわかりませんけど、とりあえず 5.3K30fps で撮ってみましょう。それではスタート。おー、20分を超えましたね。25分をクリアしました。温度はもう52度にいってるんですけど、内部温度的には落ちないぐらいで隠光しているのかもしれません。おー、50分を超えてきました。これならまあまあ実用的ですよね。あー、53分3秒で落ちました。やっぱり 30fps になって枚数が減ると負荷も大幅に減るみたいですね。 GoPro には GPS とか前後の液晶、保護フィルムの有無とか、Wi-Fi など、割り切ったらオフにできる機能はたくさんあります。Vlog として必要なので、GPS は切りたくないんですけど、今回は定点撮影での検証なので、手ブレ補正を切ってみました。手ブレ補正を切った結果、56分54秒まで伸ばすことができました。あんまり長時間撮りすぎるとバックアップが大変やし、短時間ずつ撮影した方がメリハリがつくので、1時間近くも撮れるなら、今回の改造ではかなり満足のいく撮影時間が得られたんじゃないでしょうか。今回は画質、画角、解像度、フレームレートに対するコスパが素晴らしい GoPro の最大の弱点であるオーバーヒートを解決するためにいろいろやってみました。定点で10分ぐらいしか動かないのには、室内でゴロゴロしてないで外でスポーツをしてくれという熱いメッセージを感じましたね。ヒートシンクを作ってみた結果としては、ヒートシンクをもっとモリモリにするか、ヒートポンプとか使って効率を上げられればずっと撮影し続けられる可能性も感じましたね。ヒートシンクを差し替えたら熱量を減らすことができるので、ヒートシンクを差し替えできるようにしても面白いかもしれません。 GoPro の改造の最終ゴールは HDMI 出力とかマイク入力を追加できるメディアモジュラーとヒートシンクを合体させることだったので、メディアモジュラーをちょっと削ったら収まるように小さく作ってたんですけど、これでは排熱が間に合わなさそうなことが分かりました。研究がうまくいったらパーフェクトジオングならぬパーフェクトステイプロを披露しようと思います。こういうのサードパーティーが作ってくれたら楽なんですけどね。今回いかがだったでしょうか。面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。